かすいたな。さあ始まりましたぽこぽこ大作戦。今回のゲストはこの2人です。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。どうもありがとうございます。はい、ちょっとすごいお腹空いてるんですよ。もうなんか出だしからね、ごめんなさい、お腹空いちゃってて、これ一体どういった感じの？あ、そうなんですよ。よくぞ聞いてくれましたね。この番組はですね、私がお腹を空いてるんですけれども、そのお腹が空いてるのはご褒美が欲しいんですよ。ご褒美が欲しい、食べ物が欲しいですね。なので3人で協力して実践してご褒美をゲットしようっていうね番組になっております。なるほど。あ、じゃあ勝てたら何か食べれるわけですね。その通り。今日一番いいテンションですね。3人で協力してまずサダマをプラスすればご褒美ゲット、逆にマイナスだった場合はご褒美はゲットならずなので、ひと玉でもいいんですよ。プラス1でいいんで、とにかくプラスになればご褒美がゲットということで、なんと今回ですね、高級珍味というふうに聞いております。高級珍味、はい、なんでしょうね。なんかいくつかありますよね。3つありますよね。いろいろとありますけれども、とかいろいろありますけれども、とにかく結構お高い、いい感じのなんじゃないかとちょっと期待してるんですよ。なるほどね。いや、それぜひぜひもうプラスにしたいですよ。これ本当にこの番組ご褒美なんで、本当にいいものねいただけちゃうと思うんですよ。本当に本当に。ちょっとじゃあやる気出さなきゃいけないですね。やる気なかったんですか？さっき呼んでいただいてありがとうございますって言ってたのにみたいな。なんかもうあんまり感じられないんですけど。いやいやいや大丈夫ですよ。先輩。いやいや頑張ります。どうぞ頑張りましょうよ。ルーちゃんも大丈夫。大丈夫大丈夫。本当なんか食べたいんで、本当食べに行こうよ。食べに行きましょうよ。行きましょうぜひ。ということで早速実践の方行きたいと思います。今日土手さんにかかってますからね。よしみんなついてこい。行きます。行きましょう。さすが土手さん、そういうことだったんですね。寄ってらっしゃい見てらっしゃい、ぽこぽこ大作戦、今日も元気に行ってみよう。今回3人がお邪魔したのは東京都千代田区にあるビッグアップル秋葉原店。こちらのホールにはパチンコ203台、スロット679台を設置。最新機種から人気機種までバラエティ豊かなラインナップをご用意しております。はい、それではお店の中に入りたいんですけれども、何打ちましょうか。これどうしようかね。決まってます？ね。結構オープニングから何も考えてないじゃないですか。いや違うんだよ。やっぱね、こうぼこみの看板番組にゲストで出るというのがね、こう感慨深いんですよ。あ、感動していただけたら。そうなんですよ。ありがとうございます。そうなんですよ。初めてだもんね、ゲストとして。そうですね。初めてなんですか。そうです。ずっと土手さんのおケツを見て育ってましたね。じゃあとりあえずケーキつけてみたもん。バカ野郎。そんな話はどうでもいいんだよ。行きましょう。ではどうしましょう。ルーちゃん海？銀パラのねアマデジュあったよ。あ、本当ですか。じゃあちょっと。そうだね。海にしようか。どうせだから本当ガチに行きましょうよ。頑張りましょう。ガチなのがいいです。どうしようかね。マックスで危険を犯すよりは、いや全然いいんだよ。だから後からね、やばかったら行くっていう形でもいいし、ああ、じゃあやっぱゆうぱちコーナーで探したいと思います。そうかそうか。まあ俺もちょっと様子を見て何がいいかね。跳ね物でもいいですよ。唯一情報を一つ実践前に確認したんですけど、しんちゃんがあるっていう。しんちゃんがあるっていう情報だけはキャッチしてるんで、それだけは大事ですね。そう。ここら辺だとこの特急リゾートとあと AKB と吉本タウンがある。あ、ライトはエヴァンゲリオンのこれいいですね。あ、これね珍しいね。これ置いてるの私多くもいいかなと思ってて。ポコミさんを打つんだったら、私ポコミさんの横がいいな。あ、じゃあどうか並んで。いいんですか？いいよ、どうよ並んで。ポコミさんの横がいい。本当ね、本当だったら好きな台って言われてたんですけどね。あ、なんかバラでも、でもこれ打ちたいし、ポコミさんの横だし、ポコミさんの横にします。多くでしょ。私もポコミさんの隣がいい。ないよもう。あるけどね。もうないよ。そうか、よし手堅くいくぞ。初めはしんちゃんからいくぞ。しんちゃんから。はい、では皆さん準備はよろしいでしょうか。はい、バッチリです。はい、では一斉に実践をスタートしていきたいと思います。頑張ります。頑張ります。土手さんは羽物やめちゃったんですか。うん、あのね、いろいろ悩んだ結局ね、はい、最終的に一度も打ったことがない貞子 3D 言ってるんだけどどうしたんですか。まだね、急にしんどいですもんね。なんか取りつかれてるかもしれない。なんかちょっとやめてくださいよいい意味の取りつかれでお願いします、はい、吸い寄せられるかのように。あ、出るかなっていう感じだったらいいんですけれどもね。多分取りつかれてます普段、はい、普段じゃ絶対選ばないもん。え、なんでですか。なんだろうね、なんでだろうね。それかわかんないから多分取りつかれてるんだと思う。怖い、怖い、普通に怖い。貞子を発表会で打たせてもらったんですけど、まあ結構怖いかな。あ、本当。なんか反則のポスターは結構ね、色っぽい感じだけどね。出るところは出るみたいな。谷間とかありましたけど、セクシーな感じなんですけど、それに惹かれてるとこあるのかもしれないけど。それですね、それです。ちなみに私は多くなんですけれども、これ私も2回目です、実は打つの。多くね、いいよね。多くいいですね。俺好き、結構。私も好きです。なんてことはない核変機なんだけどさ。そうなんですよね、うん、いや結局ね、そういうスペックに落ち着くのよ。いやそうなんです、本当そうなんですよ。そうそうそう、一通りいろんなね、変則スペックがあって、そうなんです、最後はそこに行くんだよね。いいですよ、これ。お、ボタンがちょっとピクピク動いてるよ。あかねの部屋ってこれなんかいいですよ。感じが詰めれば叫び声聞こえるんですけど大丈夫ですか今どうなってるんですか。生贄が3人集めれば8点なんだけど、まあ2人生贄にされちゃってるの。え、貞子の生贄なんですか。そうそうそう。あ、そういう感じなんだ。3人生贄にされちゃったえ、3人生贄にするといいんですか。怖い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 、うん、今発展した。あ、じゃあいいじゃないですかおお、すげえ。サダが完成したよ、これ。どこに発展するか。さあ始めよう。こっからどこに行くかなんだよね。あれ、これサダ軍じゃないの。え、いきなりサダ持ち軍。あ、それ確かチャンスじゃなかった。だよね、チャンスチャンス。派手なやつですよね、多分。土手さん、いきなり、もしかしたら。怖え、怖え。あるんじゃないですか。あるかな、どうだろう。ラインが青か。復活か。ああ、これ弱いやつだ。ああ、ストーリーが5つあって。一番。弱いとこ行っちゃった。あ、今ストーリー行ったんですか。行った行った。あ、ただ井戸から熱っていう文字が出てる。これあるんじゃないですか。これ怖いね。動いてる動いてる動いてる。うわー、すげえ。あ、レインボーレインボーレインボー。レインボー来てる。すごい。早っ。ビギナーズラック来ましたよ、ビギナーズラック。ありがとうございます。タバコ復活したよ。すごいね、やっぱ引かれてたんだな。あ、7になったよ、7、7、7。よだれ出ちゃった。格上です、格上。素晴らしい。ST 突入ですよね。おめでとうございます。あらららららら。よし。よし、みんなついてこい。行きます。行きましょう。あ、さすがドテさん、そういうことだったんですね。これすごいね。当ててあげるよっていうさなちゃんからの誘いじゃないですか。誘いだね、これね。そういう誘いあるんでしょうね。これはこれで怖いね。確かに。それを感じ取ってるドテさんが怖い。ドテさん霊感あるんだ。六感働きまくってるね。この飯への執着心がすごいね。高級チービですからね。結構いい値段すると思いますよ。そうだね。普段あんまりろくなもん食ってないから。私もですよ。私節約料理ばっかりですからね。いや今日はね贅沢しちゃいましょうよ。肉を少なく野菜を多く、なんとかごまかして。そうだね。ルルちゃんは結構エヴァ。打ってるエヴァナインか。エヴァナインもちょこちょこ打ってますね。でもやっぱ昔すごく好きだったんで。どのぐらいまで打ってた？結構5、6、まあなんだかんだでも全部打ってるんですけど、一番すごく打ったのがやっぱエヴァ4とかかな。ああ、シトクタね。そう、シトフタが一番好きで、シトフタかキセカチかっていう感じですよね。あ、よかった、嬉しい。いや本当そう思うわ。あ、その前に保留が緑でなんか目が赤いよ。あ、赤文字。お客さんどうですか？今なんか赤文字からおお引っ張ってる引っ張ってる。うわー、当たった。そこあたりそこあたり。おめでとうございます。さあで半分が16ラウンド50%。8だと16じゃないのね。まあとりあえず2連しましたね。レギュラーボーナス。いやでも十分十分。結構レギュラーボーナスでも出玉取れるね。これ10ラウンドだから初回1300取れてますからね。これは嬉しい。猫ですか、その保留。そう、うん、かわいい。いつもね、猫かね、侍がいるんだけど。ゾウ、うん、たっぷりですよ。多くチャンスはチャンスですよ。ああ、こう、まあ、全回転が一番ですけど、多く動乱止まってほしい。赤ボタン。ああ、一番弱いのにいった。でも、ビンタでも、まあまあ、当たる時は当たりますからね。これ超面白いで、見たことある？見たことないです。これ超面白いんですよ。これビンタ、これバスを選べるんですけど、私は男性編にします。男性編にすると、まあ男性に対してのバスがこう流れるんで。いきなりの。ですね。怒ってますからこれ。なんだね、メーターが上がれば上がるほど熱いですよ。某動画サイトみたいな感じで。ですね、コメント流れてますね。これはちょっと辛いかな。やっぱ赤保留だな。今日土手さんにかかってますからね。なんでかかってないよ。いや、土手さんがなんとかしてくれるんじゃないかと思ってます。なんとかしてあげるけど。オリチかかった。おお、貞文字が群で出た。でしょうか。主婦頑張ってください。自営業フリーター。お前だフリーターの方が餌食になるみたいですねお前だ。本日の犠牲者土手さんの方から叫び声が聞こえなくなってきましたね。いや今スーパーかかってる。ああ、さだ文字が赤までボタンを押して。それも呪えたら青あたりなんですか？一撃わかんない。あ、ダメだ、呪われない。あれ、これ軍も出てたよ。どうするんだ。うわー、やべえ、外した。うわー、外した。残り4中で外した。お、覚醒モード入りました。それはチャンス、大チャンスですね。あー、ここかー。私今アスカでカスタムしてるんで。あ、だからか。はい。あ、ゲンドウ。めっちゃ熱い。ゲンドウやっぱりこれでも熱いんだ。ないんだもん。そしてかなり強い。あ、フルーツじゃない。ハニカム柄出ました。言えてない。そうだ。ハニカム柄だ。あ、これは。ちょっともうこれは名シーンじゃないですか。名シーンですよ。復活。まあハニカム柄もね、いろいろですよね。結構みんな使っちゃってる感じ。私ですね。あ、もうすぐあと500円で1万円です。私あと1000円で1万円です。なんでそんな陽気に。安心感ありますよね。大丈夫かなって。でしょ？そうです。さすが大黒柱。そういえば当たってました？ちなみに、今カウントダウン始まってる。どこら辺のカウントダウンですか？30？カウントダウンモード、あと8。8。早い。終焉。うわ、16なし。ああ、終焉だってよ。2連ですか？2連。2400発ぐらいか。ああ、2連で終わっちゃった。もう悲しいな。今もう土手さんへの怒りを。このコアにルルちゃんがね、怒ってます。ルルちゃんがオコでコアを殴ってます。ルルちゃんが土手さんに対して怒ってすごい期待してたんで、土手さんにやめてよ。ちょっとね、悲しいですね、本当に。まだ2回続いたことにびっくりしてるから、今すっごい弱気ですね。そうそうそう。私また覚醒モードに入りました。今度こそ。あ、しかも七津柄が絡んだダブルリーチ、大チャンスですよ。役物はどうなの？ああ、カオルくん来た。マジで？関係ないよね。関係ないです。カオルくん、いや、かっこよかったですね。でもこれもうドヤ顔で。大当たりするんじゃないかな。いやー、すごい。いただきました。七津柄での大当たりです。やったー、素晴らしいね。素晴らしいですね。私マックスの方のエヴァ全然連チャンしないんですけど、私もケージとか連チャンしないよ。ケージ連チャンしないですか？私ね、本当にね、パチンコに相性はないってね、信じたいんだけどさ。ありますよね。でもなんかあるんだよね。もうケージとかもう全然立てない。だってケージすごい人も本当すごいすごい何十連してるじゃないですか。いや、だから結構だ、昔よりもね荒くなってんだよ。だから数回の実践、10回とかの実践のね偏りが前よりもね、裏というか、感じるようになったっていうのはあると思うよ。そうですよね。多分平均したらどんなスティックも4、5連なんですよね。平均ははい。だからまあ平均が4だからだけど30連とかのやつ含めて4、5連だから大体はね平均連チャン以下なの。60、70%は。だからでかいの一発引いてる経験があるかどうかで平均連チャンがもう全然変わってくるんだよね。なんで女って怖い生き物なんだろうね。なんでだろうね。いや、男も怖いと思いますよ。男の方がでもなんかのんきじゃない？いやー、単純だ、単純。そう、単純でのんきな感じがする。いや、いますよ。計算だけが女だよね。あ、脳の作りが違うのかな。いや、男の方がなんかね、そう単純だよね。分かりやすいというか。確かにそうですよね。子供とか見てるとすごいやっぱ今小学校1年とか、今年から2年かだけど、もうすごいよ。その頃の女の子ってすごいじゃない。結構混ぜてる子は混ぜてますね。もう好きな人とかいますもんね。そう、もう男の子の方が尻に惹かれてる。うちの子なんか尻に惹かれてる感じだよ。カバン持ちみたいなやつ。もう私小学校の時が私一番なんかスケベだったんじゃないかな。いやでも分かります。いろんなことに興味があったから。分かります。そう。やったら小学校のね女子ってね。おませですよね。そうなんだよね、やっぱね。友達と一緒にエロ本とか見たりとか。見ました見ました。見て怒られたことありますよ。そういう感じなんですよ。結構黒歴史なんですけど。黒歴史なの？なんかコンビニでエロ漫画立ち読みしてて、一人で怒られました。一人で。なんか従業員にいやそれ読んじゃダメだよって言われて。なんか当時ってなんかないじゃないですか、紐とか。あ、ない。エロ漫画に。すごいな。やっぱり興味ありますよね。そう、すごい興味あって、私は小学校卒業するときに担任の先生に週1で速攻なんかもう C グラブでやってやるからって説明したの。A とか B とか C とか、まあ古い話。懐かしい。懐かしいですね。聞かねえな、最近は。全然聞かないですね。ああ、でも女性怖いよ。なんで怖いんだろう、こんなに。なんだろうね。なんでなんだろう。結構だから多くがさ、結構そういうとこ映してるじゃない。そうですね。それが結構乳銀さんの女性社員を総動員して作ったらしいんだよ。女性が作るとやっぱ鉄板ですよ。だから。でもそれ実話ってことですかね。だから怖えなと思ってそれ。乳銀大丈夫かなと思って。そう、ギスギスしてんじゃないかと思って。私、活動限界残り16です。あれ、やばい？やばいです。結構リーチ怒んないもん。なんかサクサクしてるんだね。そうなんですよね。結構消化スピード速いです。これで中にいればいいんですけど。いたー！よかった。ユニゾンボーナスです。いたら当たりなんだ。そうなんですよ。結構いない時もあるので。すごいね。ラウンドゲットです。あ、そうなんだ、はい、すごいね、やりました。じゃあ2回連続15ラウンドゲットです。すごい、ちょっと土手さんが1回も引けなかった大きめの当たりを、それいらなくない？あ、失礼しましたあ、赤保留来た、赤保留お願い。確か40杯ぐらいあったと思うんですよ。多くはもう赤保留待ちだからもう。頼みます。お、背景もこれ、背景の赤背景もこれ大チャンス。よしよし、ぶっ飛ばして、もう一回行こう。ギジさんで行こう。あ、継続でござるって出てるから、ギジさん行きますね。怒ってます、怒ってます。え、乙女ビジョンなの？乙女勝てば乙女ビジョン。来た。これはもらった。しかも若パイ来た、若パイ。激アツですよ。しかも乙女ビジョンも出ちゃうでしょ。大黒もチャンス来た。これは熱いだろう。頼んます。あなたが泣くまでビンタですね。これ面白いですよ。私も大当たりしました。さあ、私女性編にしようかな。好きなバスエをね、浴びせることができますんで、ぜひともストレス解消してください皆さん。クギャーってメーターがね、上がれば上がるほど熱いですよ本当はキャバクラが好きだよねバカとかってがね、あ、ここも緑か赤が欲しかったですけど、予告でも強いですからボタンは普通。うそ本当に本当復活、本当にあない今日はダメないですね、私。激アツって出ましたもんね。ちょっと予告はもう何にも文句なかった。リーチが行ってから弱かったですね、うん、そう最後のカットに緑とかで終わるよね。結構そうですよね。リーチ中のチャンスアップ大事ですよね。多くショックだな今の。いよいよ私さだまがマイナスになりました。あれ持ち玉は持ち玉がちょっとあるけど、さだまがねマイナスだね。今2500円投資なんで。でもルルちゃんが今5000発、はい、1万円投資の5000発です。ルルちゃんは全然プラス。あらということで今回はここまで。ポコミ、ドテチンがパッとしない展開の中、ルルが現在 ST 継続中でプラスさだまと立ち上がりは良好。果たして今回こそはご褒美ゲットとなるのか。やめろとは言わへんけどな、お前こと付き合っていかれへんか。彼を救ったのは踏み出す一歩の勇気。 YouTube にて全編公開中、斎藤セブン TV。 今日土手さんにかかってますからね。よしみんなついてこい。いきますいきましょう。さすが土手さん、そういうことだったんですね。ポコポコ大作戦、今回は後半戦。それではスタート。この番組ではポコミと愉快な助っ人たちがホール近くのご褒美目指してプラスを目指す。そして前回までの結果はご覧の通り、ポコミが大当たり0回、土手チームは大当たりを含む2連チャンで終了。そんな中ルルが現在 ST 中でプラスさだま。ご褒美の高級珍味は食べられるのか。いよいよ私さだまがマイナスになりました。でもルルちゃんが今5000発、はい、1万円投資の5000発です。ルルちゃんは全然プラス。あ、私保留がロンゲネスになりました。それは何？これ大チャンスだと思いますよ。活動限界残り4回のところで、これ嬉しいね、当たったら。すげえな。おお、当たりなんだ。当たりました。危なかった。残り4回転で当たりました。いいとこだよね、面白いとこっていうか。嬉しいですよね。嬉しい、すごい嬉しい。終わりそうなところに行くのが一番嬉しい。日本で初めて靴下履いたのは水戸黄門らしいですよ。初めて日本で靴下履いたの水戸黄門だって。あ、そうなんですか。本当ですか、それ。この猫が言ってた。本当。トリビア的な感じですね。そう、退屈しないんだよね。この猫が問題出してくれたりとか、あと侍もいるんだけど、侍もなんかわけわかんないこと言うから。結構じゃ楽しませてくれる。そう、退屈しない、結構いっぱいあるから、セリフが。意外と物知りになれるんだよね。そうなんですよ。トリビア的な。日本で一番最初にラーメン食べたのって水戸黄門だっけ。あれ、なんだっけ。いや、それわかんない。靴下は水戸黄門でしたけど。あれ、ラーメン食ったの、誰だっけ。水戸黄門だったらすごいですね。違うっけ。あ、分かんない。俺の水戸黄門だったら二冠じゃない？二冠ですね。靴下とラーメンで。二冠ですよ。二冠。すごいですよ。すげえな。それは有名になりますよ。初めて二冠。違ったかな。あ、やっぱ水戸黄門だ。あ、本当ですか？ラーメン？ラーメン水戸黄門だ。伊達さん調べ、ググりました。ちょっと調べて検索したら。すごいな、水戸黄門。二冠でしたね、本当に。すごいね。すごいな、かっこいいな。二冠って。とこみさんって好きな食べ物なんでしたっけ。好きな、いや、なんでも好き。あ、当たった。ごめんなさい。なんだそりゃ。自由だな。当たった。しかもなんだじゃん。15ラウンドゲットです。これひょっとしたらいけるかもね、これね。ひょっとするじゃないですか、もしかして。ルルちゃんだけで。いっちゃうかな。なんとかなるかもしれない。三大珍味ゲット。あ、赤堀。おお、ここで赤？残り4回。ところで赤堀受けました。すごい。あ、赤いチャンスアップありに赤ロゴ。濃厚なんですけど、ああ、かからず。終盤にそういうの出すのやめてほしいよね。そうですよね、今のは。へこむよね。はい、6体撃破で7200発獲得ね。いや、でも素晴らしい。いい仕事しましたかね。素晴らしい、素晴らしい。よかった。でも最後の悔しいな。これどうしようかな。今俺が今サダバがマイナス1500なんだよね。ただ1500ぐらいだったらね。もうちょっとなんか夕立とか甘い方に行きますか。ミドルとかでまくれそうですよね。まあね、そうなんだよな。私ボコミさんの隣を離れるのはすごく寂しいんですけど。ちょっとここからはせっかく得た出玉を減らさないようにユーパチ打とうかなって思うので、ちょっと大移動したいと思います。じゃあ俺はルルのハイエナしようかな。マジ？えならないでくださいよ、ちょっと。私の大好きなアニメ作品のブラックラグーンが空いてるので、ブラックラグーンにしようかな。お、ブラックラグーン？ブラックラグーンが好きです。じゃあ俺はサブちゃん、お祭りサブちゃんにしようかな。スペックを下げて。下がりすぎだって。下げすぎです。本日の初当たりが12分の1で、ちょっと打ちましょうか。さあ、じゃあ2台目はね、お祭りサブちゃんで、個人のトータル定まを、プラスに持っていくように頑張ります。ここからは、はい、では私はブラックラグーン2のアマデジを打っていきたいと思います。お、なんかいきなり大チャンスです。なんか音聞こえた。これ一番熱いレースに行くんじゃないかな、この保留は。すごいね。おい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 。多分レビーとロベルタのリーチに発展すると思います。これ多分もう当たってましたね。マジで？マジです。あ、ピンクヒョウ柄出ました。マジで？すげえな。ヘブンズバトルです。押します。すげえすげえ。お渡りしました。すげえ。ですよ。これ、はい、これ、これ、ドーラン、ドーランがいい、ドーランがいい。ボタン普通。わあ、ドーラン来た、最強リーチ来たぞ。頼む、頼む。これあるぞ。あるぞ、頼みます、お願い。頼みます。タイトル普通だったけど。嫌な予感したんです。いやー、当たんない気がしたんだよな。もうへこむな。外れ？外れました。うわー、マジか。タイトルも何もチャンスアップなかったですね。ああ、結構な重要なんだよな。そうなんですよ。若パイがね、確か 35% ぐらいだったんですか。結構熱いんですよね、若パイ取るだけで。そうでも、猫には運のないやつにゃーとかすごい言われてるし、すごい毒舌ですね。結構厳しい人もいるね。ルル調子いいね。調子いいですね、今日。すごいね。あれ、ルルちゃんって当たった？当たった、当たった。確変に突入しました。これ継続率約 70% の。すげえな。ちょっとおんぶに抱っこだな今日は。ああ惜しい。今スペシャルに取ったな。跳ねにね、早く入った球はこの右側の SP ルートに入りきやすいですよね。 SP ルートに行くと、まあ、3分の1で V、 ノーマルルートだとあれですね、この祭りの役物に跳ねて内側に入ってくるとクルンの抽選が受けられるんですけれども、2番目に強い敵のシェーン・ホワと対戦です。ちょっとチャンスアップがなかったので負ける可能性も結構あります。でレビーがね、先制攻撃すればもうその時点で大当たりなんですけど、どうだ、あ、やった、これ勝利です。大当たりです。おー、すごいね、よかった。山弟子とはいえやっぱバトルタイプってすごいドキドキするんでよかったです。ブラックラグーンも初代の方を打ったけど2代目のやつ打ってないんだよな、あんまり。結構面白いですよ。あ、本当。原作がすごい好きなんでよくできてるなって思います。原作知らないとなんかあんまり、そうですよね、特にマックスだとなんか怖いですよね。結構いかついんだよね。いかついですよね。おーっときた。あー、よかったよ。おめでとうございます。さあ、これで終わらないんだよな。サブローチャンス。松竹バイトありますけどもね。どうだ。松竹バイ。バイですね。梅ですか。梅です。いやー、厳しいなー。継続すればラウンドアップ。終わりの文字が出てますね。またねーって言われちゃった。結構早いお帰りですよね。早いね、あっという間だったね。いやー、当たる気がしないな。ちょっと、いやー、2個入った。リプレイ、おー、リプレイ入った。どうだ、あー、当たりか、あー、惜しい。もう一個。いや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 。面白いな。おお、残り100人。かなり少ないですよ。しかも敵の服の色赤なんで、これで大チャンスだと思いますよ。あ、赤だった。やったー、殲滅しました。当たった。こっちも当たった。当たった。サブロー、サブロ行け。梅はやめて、梅はやめてよ。梅、まさか2回連続。あ、燃えてる燃えてる。めくれろゾク。うわセンスない、センスがないね。私今ね9300発あるんで、すげえ、あとちょっとで1万発いきます。すげえな。どっちかが、うん、どっちかが当たって、ちょ多少の出玉があれば。これ私当てないとな。これもこれちょっと危ないけど、ちょいちょいチャンスアップあったんで、レビーってくれ。あー、レビーの先制攻撃ならず。いや、今のちょっとダメかなと思ってたんで、よかった。しかも1200ゲームの報酬をもらえます。ちょっと移動します。おい、足んない。矛の大奥をもう一台打って、どっちかが当たればっていうのはどう？当たりますかね。どっちかが当たればいけるっしょ。1500だ。3連すれば4500だもんね。そうなんですよね。で、頑張って今ルルが増やしてます。増やしてるから。頑張って今増やしてますよ。私たち次第ですね。完全に完全にあんたら次第っていう状況です。2回目の赤穂流ですよ。お願いしますよ。頼んますよ。全然2回に1回ぐらいは当たってもいいですよ、赤穂流。それによって打たなくていいかもしれない。あれ？見たことある？継続するでしょう。22、技術さんが勝負して、お、赤い赤い。頑張れ。本当はバラも金が欲しいんですけど。もう一回もう一回。え、技術2でいっちゃうの？ここも緑か赤が良かったな。すごい弱いぞ。リーチも今計算したら3500だ。マイナス定ま。この展開だともう錠前チャレンジですね。期待したい感じ。かっこいい緑弱いからの錠前チャレンジ。ふすま、ふすま。うわ、うっそ。本当に。こんな弱い道で終わるんですか、赤穂流。知らなかった。錠前チャレンジぐらい行くかと思った。行かないんだ。はい。泥沼リーチ。で、終わりましたけど。飛んだ赤穂流だな。あ、当たればハイパーボーナスのゾーンに突入しましたが。これリーチかかってくれたらね、熱いですね。ああ、戻っちゃった、通常に。いや、ハイパーボーナス1回引きたいです。ハイパーボーナスって？ハイパーボーナスは2000個いくの？16ラウンドのあたりで2000個は確かいかなかったと思うんですけど、1500とか、なかなかの出玉がありますね。すごい。2240ってこと。嘘。それぐらい出なかった。手取りですか？手取りっていうか。手取り。別にアタッカーまで手数料は取られないけど、手数料込みで。すげえな、税金かかっちゃう。ちょっとね、ぜひ引いて確認したいですね、何発出るのか。そんな出るんだ。あれタイトルに2400ってあるもんね。ありますよね。10%か。10%だったね。10%もあるんですか。はい、レビー先制攻撃でまた勝利濃厚です。ちょっとこのブラックラグーンだけでも約5000発獲得してます。すごいね。ずっとじゃんね。ずっと続いてますね。うちら打たない方が良かったんです。それは確かにあるかも。うちらもうルノワール行ってた方が良かったです。本当そうですね。乗り打ちあるあるですよね。早々にルノワール行ってた方が良かったです。でも友達とかと一緒にパチンコ行くとどうですか、待ってられますか、友達が出てる間。まあ待ってるけど、まあでも打っちゃいません、どうしても打っちゃうけどね。そして傷口が広がる系が多いですよね。出しても出しても追いつかない感じになっちゃいますもんね、もう一人の人が。そうなんだよね、3人の場合はね。まあ今ちょっとその状況になりつつ蛇口から水出してんだけど穴が2つ開いてる感じだよね。例えがうまい。そうですね、上手ですね。穴がね塞がんないから傷口がどんどん深まってしまってますかね。私は8ラウンドの大当たりを獲得です。続いてるのがすげえすげえ。ルル移動してる時以外全部当たってるじゃん。確かに。今日はずっと当たってます。すごいな。いや、ここみさんにね、美味しいご飯を食べていただきたいと思いまして。いやー、なんか悲しくなってきたなって言われると、私のせいで。俺だって今日の収録の6割ぐらいすげえだからね。まあ、私はそのようなもんかもしれない。あとカメラに向かってろくな笑顔を向けてないです。それは向けろよ。当たってないんでなんか。あ、そうか。そうかそうか。さあ皆様、はい、ですね、実戦終了のお時間になりました。ああ、そうですか。お疲れ様です。ルーちゃんは確変中。はい、まだ確変継続中です。すごい。なのでルルちゃんは取り切るまで打ってもらって、出したとてさんはここで実戦終了ということになります。お疲れ様でございました。今回3人がお邪魔したのは東京都千代田区にあるビッグアップル秋葉原店。こちらのホールにはパチンコ203台、スロット679台を設置。最新機種から人気機種までバラエティ豊かなラインナップをご用意しております。さあ、ご褒美のお店に到着いたしました。こちらですね、秋葉原駅からすぐ近くにあります、銀座鹿鳴春秋葉原店さんにお邪魔しております。はい、お世話になります。いやー、ちょっと見てくださいよ。これ、高級珍味っていう。ちょっと小耳に挟んでくる。小耳に挟んで。その通りですかね。これですよね。フカヒレ出てくるとは思わなかった。これ真ん中にあるのがアワビ。他にもね。これはすごいよ。これはうまいぞ。エビの前についたのもあるし。そう、大きいエビの。ねえ。これはちょっとね、頑張った甲斐があったわ。いや、本当もう頑張ったからな。いや、素晴らしい。素晴らしいですね。いや、このまま。かぶりつきたいんですが、このまま行っちゃうと毎回怒られるんですよ。行っちゃってるんでね。行っちゃってるんでね。いつも怒られるんで、その前にね、結果発表をね、行かないといけないんで、ちょっと忘れてましたよね、パチンコ打ったの。いやでも。だってルルがもう今回頑張りましたから、ルルちゃんこれはもう大丈夫ですよ。どうなったかっていうのもね、まだ聞いてないですから。計算してないですね。計算してないですから、その辺も含めてじゃあ一人ずつまずは伊藤さんからじゃあ発表してもらっていいですか？僕はですね、まあ年1万9,000円で出玉が0です。頑張ったんですけど、頑張ったんですもんね。はい。じゃあ私も頑張ったんですけど、私はですね、投資が41,500円で出玉が0でございます。はい。頑張ったんです。まあ頑張ってます。頑張ってます。はい。なんかじゃあルルちゃん次第で分かりませんからね。はい。いやいやこれがねまたすごい出てくれたから。すごい出てくれたからもうね。私はですね、投資11,000円で出玉が13,228玉なんですけど、はい、計算したらどうですかね。ざっくり計算すると3人で、投資が、まあ、たまに直すと16,500ぐらいなんですよね。で出玉が1,3,1,3,1,3,3,000か惜しかったな。そうか、じゃあマイナスなんですね。マイナス3,000個。ってことはこれどういうことですか？これはじゃあダメですか？ダメですかね。食べれないんですか？3,000だからじゃあこれじゃあ抜きましょう。そうだね。それなんか入ってあとは食べていいですか？いや食いたかったな。あとじゃあこれ抜いてみて。あすごい謙虚、すごい謙虚。でもちょっとこれで高いの残してます。どうでしょうか？いつも通り締めて帰ってください。いつも通り締めて帰るってこの状況で帰るの？ダメなんですね。かたくなが結構厳しいんで。厳しいですね。かたくななんですよね。これ。いやーこれであれですね。2週連続かご褒美ゲットならずですね。あならずなんですか。でちょっと残念ですね。皆様にねちょっと食レポをお届けねしたかったんですが次回ね。見てる人も多分。いや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 。そうですよ。姿になんてこれいい値段しますからね。いい値段しますからこれ。いやー残念ですね。まあ次回はねぜひともご褒美ゲットできるように頑張りたいと思っておりますので、皆さんも、見てください。もう本当にできないやつだと思わないでください。頑張りますので、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。というわけで、あ、帰れ、あ、もう席立てと、そうですか、それすらも、はい、帰れっていうことなんで、富士そば買って帰ろう。そうですね、富士そば、富士そばなのに、立ち食いそば行きます？立ち食い、仲良く3人。はあ。ということで、今回はご褒美なしです。そして今回お邪魔したお店は東京都千代田区秋葉原駅からすぐ近くの銀座六名春秋葉原店さん。こちらはフカヒレやアワビをふんだんに使った本格中華を味わえるお店となっています。秋葉原に来た際はぜひお立ち寄りください。ポコポコ大作戦次回もお楽しみに。